リーグ戦が再開してこれが第5節ということになります。ファンサポーターの皆さんが駆けつけての中の試合ということになります。まあ、選手にとってはその拍手は力になるでしょうね。いやもちろんね、後押ししてくれるもう本当に非常に心強い仲間だと思いますね。はい、それではここで今回九州を襲いました豪雨で被害に遭われた方々に対して黙祷が捧げられます。そして続いてはですね、今日この試合は契約上出場することができませんが、名古屋の金崎ムーが7月4日の清水戦で J1 通算300試合出場を達成したということで今表彰が行われています。さあそれでは名古屋のスターティングメンバーフォーメーションで見ていきます。ゴールキーパーはランゲラック、ディフェンスラインは前節と変わりません。ボランチは米本と稲垣、そして2列目は右にマテウス、左に相馬、トップ下に阿部、そしてワントップ山崎という布陣を想定していきます。それではアウェーのトスのスターティングメンバーです。前節から比べて3人スタメンを変えてきました。ディフェンスラインでいきますと高橋が今季初スタメン、そして前線のアン・ヨングも今季初スタメンということになっていますが、伊沢さん、このあたりは試合始まってそのフォーメーションなども確認してというところですかね。はい、そうですね。はい、高橋、秀人、豊田がニア、後ろエドゥアルド、ここは枠を捉えきれませんでしたが、阿部が降りてきて米本から長いボール相馬へ向かう、そして中央に山崎、マテウスも来た、クロスが入ってくる、折り返して山崎シュート、リフレクション割ってコーナーキックになります。相馬1対1仕掛けまして ね、いい抜き方をしてクロス上がって折り返し、鳥栖の選手もね最後のところで体を張って守った。飯島さん、どうですか、はい、そのサイドバックが高い位置取れている要因というのは。そうですね、やはりこう、まあ、鳥栖の豊田、小山津、ここ阿部に入りました、シュートでいく、高岡、非常にね今のところこれ阿部の持ち味ですよね。はい、はい、ここで両チーム選手交代があります。名古屋は山崎に代わって前田が入ります。丸山、ディフェンスラインから作り直す名古屋、中に入った、代わって入った前田、前田からマテウス、相馬が開く、マテウス、前田を選択、マテウスが仕掛けたところでやっぱシュートコース切ったところでね前田が侵入してきたんですよね、そこ使ったんですけど、はい、前田が動き出した、そこ狙って浮かしたボール、シュート、ボレーシュートが決まりました、名古屋グランパス先制、今シーズン初得点、前田直樹、観客の前で決めてみせました。前田のこの侵入する動きも良かったですよね。阿部のボールも非常にこう優しいボールでしたよね。で最後前田もねしっかりとミートできたところは非常に良かったですね。吉田、
相馬がニアに行きましたが稲垣を選択して米本から前田、前田かわしてシュートでいった。高岡もよく触れたか。阿部、稲垣ミドルシュートはマテウス直撃。この前田のシュートですよね、うん、あ、股の間抜けててこう見づらかったんですけどよく反応しましたよね高岡、はい、その後の流れからのシュートですけど、マテウスに当たりましたね。マテウス、ここは中に飛び込んでくる選手はいませんでした。チアゴアベス、吉田がついている。あっと、ここもまた少し チアゴ・アウベスはこれ今ので2枚目のイエローカード、まあ、レッドカード退場ということになりました。今のプレーですけどこれプレーの後でこう蹴り上げてるんですよね、まあ、やはりこれはやってはいけないですよね。まあ、1人変えていますがこのセットプレーどうなるか、流れを変えられるか。トス、少し低いボールから流れてどうだ、ヒールで、あ、こうフラッグ上がっています。オフサイド、エドゥアルドがヒールで入れたかというところでしたが、今流れてきたところでオフサイドですよね。ここで目安4分を経過しました。長いホイッスル、試合終了。1対0、ホームの名古屋グランパスが2連勝、2試合続けての完封勝利ということになりました。